皆さんこんにちは、川内博史です。このニュース、水俣病の問題ですね、マイク切り問題。この問題で私たちが理解しておかなければならないのは、窒素の排出したメチル水銀等に、起因する、神経障害、感覚障害、環境省が定義している水俣病と、水俣や新潟で苦しんでらっしゃる患者さんたちの、これが水俣病だという水俣病との間にものすごい乖離があると。水俣病っていうのは公害健康等被害保障法という、略称公健法という法律で水俣病が定義されているわけですが、この定義は環境省の定義であってですね、もう非常に厳しい定義なんですね。なかなか水俣病と認めないと、認定しないという基準になっている。最高裁の判決では環境省の条件もわかるけど総合的に判断する必要があるよと、水俣病についてはと。それで政治決着が様々図られてきたという歴史があるわけです。しかし環境省は堅くなに、公権法上の水俣病の認定以外は水俣病ではないのだと。だから水俣病だという申告をしてらっしゃる方々のおっしゃることになかなか耳を傾けようとしてこなかったと。今もそうだし、これからもそうなのではないか。だから公権法上のですね、水俣病の定義をこれは政治が変える必要がある、私としては考えている。ぜひ環境省が考える水俣病と、現地で苦しんでいらっしゃる方々がこれが水俣病だとおっしゃっている水俣病との間に大きな差があるということを皆さん理解しておいていただきたいというふうに思います。